予選 B 組を2位で通過し決勝トーナメントへ進出。準決勝では0対3で判定勝ちし決勝を迎えています。対する青川井選手は今大会第2シード。予選 B 組を1位で通過し決勝トーナメント進出。準決勝では6対0の判定勝ちで決勝に進んできました。大注目の一戦、頂点に立つのはどちらの選手か、熱いご声援をお願いいたします。それでは審判を紹介します。マッチ山国内 A 級石川亮次さん、ジャッジ国内 A 級清水正夫さん、レフリー国際マネス級沖山久夫さん、以上3審判で行います。ただいまより女子フリースタイル57キログラム級の決勝戦を行います。エスコートケースとともに両選手の入場です。盛大な拍手でお迎えください。
まずはしっかりして、そこに向けて。